はい、どうも小太郎コインの小太郎です。普段のコーディネートやライフスタイルはこちらのインスタグラムにありますので、こちらのチェックお願いします。ということで本日の動画はですね、購入品の動画になっております。まあもうこの時期になってくるとね、多分皆さんももう秋服の買い物をスタートしてるんじゃないでしょうか。まあなんでね、僕も今回秋服のものをね購入してきましたので、早速購入したものを紹介していきます。今回購入したのはこちら、じゃん、クーティーのガレージジャケットですね。はい、まあクーティーですね、まあ以前にも何回か確か動画にしてると思うんですけど、結構ね個人的に気に入って、まあ、着用させていただいているブランドさんです。まあ、シーズン17のファイアパターンのトレーナーであったりとか、まあ、あとはウエスタンシャツであったりとかも着させていただいてるんですが、まあ、今回はねこちらのガレージジャケットを購入しました。まあ、ブランドさんについてざっくり説明させていただくと、2000年に山本豪平さんと大塚哲夫さんによってですね設立されたブランドさんで、まあ、アメカジをベースに置いたドネスのブランドですね。まあ、ブランドのバックボーンに関してはですね、他のクリエイターさんも発信していたので、そちらの動画見ていただいた方が早いと思うので、僕は今回こちらのアイテムについて詳しく話していこうかなと思います。まあ、僕も教わった知識なのでね全然浅はかなんですけど、まあ、一応ブランドネームにもあるクーティーって一応スラングの用語らしいですね。まあ、なんか気になった方は調べていただけると面白いかなと思います。まあ、早速ねこちらのアイテムを紹介していくんですが、まあ、名前にある通りこちらガレージジャケットということで、まあ、そのままガレージで着るアイテムということなんですけど、もうねパッと見ていただいたら分かると思うんですが、まあ、本当にコーチジャケットですよね、いわゆる。まあ、全体的な構成見ていただけるとコーチジャケットとほとんど一緒なんですけど、細部というかちょっと細かなディテールがですね、まあ、よく見るコーチジャケットとは若干違うので、早速そこから紹介していこうと思います。まあ、まず一つ目なんですけど、よくあるコーチジャケットって結構ねこうナイロンの生地自体が薄めのものって多くないですか。まあ、こちらね自分がよく着させていただいているコーチジャケットなんですけど、こちらの生地と比べると、まあ、2倍から3倍ぐらいの厚みがありますね。まあ、こちらね空気オリジナルで製作している生地感で、まあ、かなり肉厚というか、まあ、メジャーなコーチジャケットとは違ってですね、本当にこちらは結構機能面的な話になると保温性だったりとか、まあ、重量感っていうのがですねかなりしっかりしているので、まあ、秋よりはどちらかというと冬に向いてるのかなっていう個人的な考えがあります。とあとは袖口見ていただきたいんですが、こちらの黒がね、まあ、メジャーというか結構よく目にするものだと思うんですけど、まあ、普通ねこう内ゴムで、まあ、アームの部分が止まってるんですが、こちらねスナップボタンでそのアーム部分が、まあ、サイズ調節というか、まあ、しっかり止められるような作りになってますね。まあ、個人的にね内ゴムよりねこっちのスナップボタンの方が高級感あっていいなって思います。まあ、今みたいなね結構細かな、まあ、さっき言った通り細部のこだわりっていうのがですね結構詰まっているアイテムなので、まあ、実際ねこう手にして、まあ、その肉厚感であったりとか、まあ、その全体の構成見ていただけると結構魅力感じるアイテムだと思います。まあ、あとはその、まあ、従来のコーチジャケットと見比べてっていう話ではないんですけど、まあ、ナイロン1枚でね構成されているコーチジャケットとかって結構多いと思うんですが、まあ、こちらはねしっかりインナー部分で生地の切り返しになっていて、確かこれコットン素材のものなんですけど、まあ、秋冬のねこうひんやりした風が吹く時とか、まあ、そのちょっと肌触りがねこうひんやりする素材ってきついと思うので、まあ、こういった生地の切り返しもかなり強いですよね。まあ、裾部分にこんな感じに一応、まあ、ディテールとしてなんですが、ドローコードがついている仕様になってます。まあ、多分僕が着るときはねこのドローコード締めるってことは、まあ、ほぼないとは思うんですけど、まあ、一応その寒い季節であったりとかはここをギュッと縛ってね、まあ、その風通しっていうのを、まあ、抑制したりとかで、まあ、それでも体温調節ができるようになってますね。まあ、あとはフロントねこんな感じでポケットが2つついていて、まあ、若干こんな感じにねフラップがついているので、まあ、なんか物を落としたりっていうか、まあ、これも機能面的な話なんですけど、そういったことがなくなりますね。あとはまあデザイン的な話になるんですけど、まあ、フロント部分はですねこんな感じのワッペンがついていたりとか、まあ、バック部分はこんな感じのチェーン刺繍になっております。まあ、こちらね画面越しでも伝わるかなとは思うんですけど、結構光沢感というか照りのあるジャケットになってますね。色味的にはネイビーのものになっていて、まあ、2色展開だったのかな確か。これとブラックがあるんですけど、まあ、今回ネイビー購入したということで、まあね、持ってみるとすごくわかるんですけど、本当にその重量感であったりとか着ていて結構気分が上がります。
まあ、コーチジャケットであったりとか、まあ、ガレージジャケット、まあ、いわゆるナイロンジャケットってやつですよね。まあ、そこら辺のアイテムって結構まあ機能面的な話になると、もう秋冬本当マストアイテムになってくるんですよ。まあ、カーハートのアクティブジャケットであったりとか、まあ、ダウン系のアイテムってこうインナーを切り替えて、まあ、温度の調整するっていうのはちょっと難しいと思うんですけど、コーチジャケットとかってまあ中にフーディー着たりとかロンティー着たりとかで、そのインナー次第でその温度調整っていうのがね、すごくこう簡単にできるっていうので、まあ、やっぱその秋の最初のシーズンであったりとか、まあ、冬の寒いシーズンであったりとか、まあ、この一着持ってればね、結構汎用性が効くっていうことで、まあ、誰でも持ってんのかなっていう個人的なイメージはあります。まあ、それこそね、俺の周りだけじゃないと思うんですけど、あんまり洋服興味ない子でも結構コーチジャケット持ってる方多くないですか？まあ、ユニクロでね、安いの購入してとかっていう方も結構多いと思うんですけど、まあ、そんぐらいね、実際こう機能面的にはコーチジャケット、まあ、その AW シーズンっていう、まあ、ものに関しては結構マストになってくるので、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。で、こちらのアイテムなんですけど、結構ね、古いモデルなんですよ。一応 15AW のものになっていて、まあ、当時プロパで購入すると2万7000円ぐらいで購入できるアイテムだったんですが、まあ、今はね、もう古着でしか見ることができないアイテムにはなってるんですけど、まあ、結構ね、いろいろ古着回ってると、このアイテム全く同じのを何回か見かける機会があるんですよね。まあ、なんでそこまで球数の少ないアイテムじゃないのかなって思うので、まあ、根気よく探していただければ見つかるかなと思います。で、ちなみにですね、僕はこの昨年の、まあ、秋冬のシーズンにこのアイテムを見かけて、まあ、同じショップの話なんですけど、まあ、そこのショップで大体1万4000円ぐらいで販売されてたんですけど、まあ、ちょっとね、その時はこちらのアイテムステイして、でね、またこう今年になってそちらのショップ行ったら、まあ、秋服がね、どんどんこう、まあ、古着屋さんなんですけど出されていて、まあ、その中にまたこれが、まあ、売れ残りであったんですよね。で、まあ、それでですね、金額っていうのがかなりガッと下がって、まあ、7000円ぐらいだったのかな、そんぐらいで購入できたので、結構いい買い物できたなと思ってます。で、まあ、サイズ感なんですけど、今回僕はこちら S サイズで購入してて、もう元からね、自分こちらは購入するんだったら S がいいなと思ってたんですよ。まあ、ただただね、僕がこうスタイリング組む時のお話になっちゃうんですけど、まあ、リーバイスの511とか、まあ、結構こうスリム系のデニムと、まあ、合わせて、まあ、いわゆるそのアメカジっていうスタイリングですよね。まあ、そういった着方がしたいなと思ってたので、サイズ感はちょっと小さめで購入したいなと思ってて、まあ、サイズは S で購入しました。まあ、ゴリゴリね、90年代に流行ったヒップホップブランドとか着るのであれば、もうめちゃくちゃ大きく着て、まあ、リーバイスのシルバータブとかで合わせたりとか、まあ、結構その自分の動画見てくださってる視聴者さんはね、好きな方多いと思うんですけど、まあ、その自分のイメージ次第ですよね。ちょっと僕はこうストリート調っていうよりね、さっき言ったように、そのちょっとアメカジ風に着たいなと思ってたので、サイズは1個2個小さめにして購入しましたね。はい、では早速ね、170cm、56kg の自分がこちら S サイズで着用するっていうことで、まあ、サイズ感の参考にしながら見ていただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。 On the track Wake up 輝き出す Sunlights Goodnight 照らし出す Moonlight So high now wake up skylights Everything's gonna be alright Sunlights また輝く Sunshine Moonlight 繰り返しても Goodlight繰り返しの All day 二度とない One day 楽しみたい一度だけの Young time Life is not easy 繰り出す。はい、いかがでしたでしょうか。本日はクーティのガレージジャケットについて紹介していきました。まあ、ブランドカルチャーであったりがね、気になるっていう方も少なくともいると思うので、まあ、そういった方はね、他のクリエイターさん見ていただくのもそうなんですが、まあ、一応自分ね、サブチャン起動してるので、まあ、そのサブチャンちょっとね、投稿数とかはめちゃくちゃ少ないんですけど、まあ、そういったサブチャンネルでね、まあ、そのこういったメインのチャンネルで発信しきれなかった分っていうのは発信していこうかなと思うので、まあ、ぜひサブチャンの方もね、チャンネル登録しておいていただけるとありがたいです。まあ、起伏ね、何を購入したらいいっていうのがね、まあ、パッと思い浮かばないっていう方に関しては、まあ、まずはコーチジャケットを購入すれば間違いないんじゃないかなと思います。まあ、コーチジャケットっていうかナイロンジャケットですよね。まあ、なんでよかったら参考にしてみてください。はい、ということで本日の動画はここら辺にて終わりにしたいと思います。本日の動画が良かったと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。